本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて今回はこちらの企画でございます。連休明けに仕事がめっちゃ行きたくない、その心を改善する方法でございます。では本題に入る前のちょっとトークなんですけれども、皆さん連休取られていますか？まあ1年間見た時に大きいところで言うとゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始かな。あとは月によっては3連休があったりしますが、大きい長期休みというのは大体この3つかなと思います。実は私はもともとサービス業かな、観光業界に長くいたので、お盆休みとか年末年始など一般的な長期休みって取ったことがなかったんです。本当に取れて3連休とかで、まあ、前後にねずらして取ろうとは思うんですけども、ぶっちゃけまあその前後は前後で忙しいので長期休みって取れなかったんですね。なので今の業界に転職してからは長くこう取れるようにはなりました。視聴者様の中にはですね、サービス業とかそういった業界でお勤めの方もいらっしゃるので、お盆休みとかゴールデンウィーク、年末年始、何それと、休めるわけねえじゃんっていう方って多いと思います。気持ちめっちゃわかります。本当にありがとうございます。お疲れ様です。ぜひですね、なかなかお仕事上ずらして取れないとは思うんですけれども、極力ねやはりこう連休は取るようにしてください。仕事効率化して頑張ろうっていう話をよくしてますが、講師のバランスが大事になってきます。プライベートがあっての仕事で、仕事があってのプライベートです。このね、天秤で言うと、このバランスが上手に取れていると、やはり公私ともに充実した生活を送っていくことができるんじゃないかなと思っています。なので、休みすぎてもダメですし、仕事をしすぎてもダメなのかなと個人的には思っています。で、連休の話にまた戻るんですが、連休明けってきついですよね。具体的には連休が終わる2日ぐらい前からのテンションの落ちようなんですよ。私も例えばまあ5連休とか仮に長期あった場合、序盤はいいんですよね。ああまだ2日休んだから3日あるな、テンション高いんですが、ラストね2日前ぐらいになってくると、あと2回寝たら仕事だみたいな、本当に夏休みが終わる学生みたいなこう気持ちになっていくわけなんですね。で、仕事が好きか嫌いかっていうのは別ですよ。環境がいい悪い別として、誰でもそんな気持ちにはなります。はい、こんだけ仕事論を熱く語る私でさえも連休終わり2日前のテンションはやばいやばいです。本当にやばい。実はこれ、とあることを事前準備しておくと、連休2日前ぐらいから始まっていく連休明け仕事行きたくない病をかなり抑えることが実は可能なんです。これは全ては事前準備とモチベーションの持って行き方をするだけでかなり楽になります。今日はですね、誰でも簡単にノート1冊があればできるワークショップですね、取り組み説明していきたいと思いますので、ぜひチャレンジいただいて、長期休みね、終わる2日前ぐらいからですね、連休明けの仕事を準備していただければと思います。それでは行ってみましょう。では実践編です。今回使用するのはロルバーンを使用していきます。ノート術になるので、リーガルパッド、コピー用紙でも対応が可能です。A5 サイズ、B6 サイズでもできます。それより小さくなってしまうと、ちょっと今回のは難しくなるので、まあ一般的なノートサイズを使ってみてください。今回も事前に中にテンプレート書いておりますので、中詳しく解説見ていきたいと思います。今回の全体像はこのようになっています。大きくブロックは1、2、3、4、5、5つのブロックで構成しています。ではまた1個ずつですね、中身詳しく説明していきたいと思います。ではまずは上段一番上からいきます。今回は特に日付書かなくても大丈夫です。あくまでもこれは連休終わり最終日とか2日前、テンションが下がった時に書いてください。まず上段に書くのは何かというと、こちらでございますね。
はい、連休中一番楽しかったことはということで、簡単に言うとですね、その連休の中で最も心が躍った瞬間、楽しかった瞬間をこの冗談ブロックに日記のように書いてください。はい、ここの部分は短い言葉で簡単にというよりかは、本当にその連休の気持ちをしっかりと書いてほしいです。とはいえ限られたスペースになりますので、気持ち的にはそうですね、だいたい100文字からまあ200文字ぐらいですね、これぐらいの文字数で自分のその連休中の気持ちを整理してください。何月何日家族で白浜に行ってこんなものを食べた、子供の成長を感じることができた、あのお土産買ってたらよかったなとか、あの露天風呂から見た景色よかったな、キャンプに行った、そこで食べたバーベキューの肉がうまかった、次持っていくときは絶対ハイボール忘れずにとか、何でも構わないんですけども、その楽しかった一日のことをしっかりと思い出しながら文字にしていきます。まずここの部分は、楽しかった気持ちを文字にすることによってしっかりと気持ちを吐き出すという場所になっています。でこれを書いていくと、気持ち的にね、わあ楽しかったな、もうこれがこんだけ楽しかったのに2日後仕事か、明日仕事かってなってしまうので、それをですね、次コントロールするのが下段2ブロックです。下段2ブロックの左側にはこちら、週末の予定。次、右側にはですね、次の大きな予定と書いています。ここにはデートを書いてます。どういうことかというと、下段のルールは非常にシンプルです。ここ書いてます。ハッピー、楽しいことを書く。どういうことかというと、左側のブロックは、連休が明けてから直近一番近いお休み、週末の予定を書いてください。例えば8月の20日、ね、例えば8月の20日とか、そこに発生する楽しいことを書いてください。で、楽しいことがない場合は楽しい予定を無理やり作ります。でもし8月20日に楽しい予定がない場合は、無理やり頑張って楽しい予定を立ててください。それは例えばユニバーサルスタジオに行くみたいなでかい規模のものもあるかもしれませんが、新しいドラマが始まる、好きなアーティストの新曲が出る、何でも構いません。ハーゲンダッツを食べるとかでもいいんです。週末に楽しいことがあるよということをここに書いて日付を書きます。かつこっち側、右側ブロックには大きい楽しい予定を立てます。できれば旅行クラス。冗談で書いたレベルってありますよね。この連休に心が残って楽しかったな、これがあったからむしろ仕事行きたくないテンションになっちゃってるんだよね。それぐらいの楽しいレベルの内容をこちらの方にも書くようにします。こうすることによって、楽しかった連休が終わって、明日から明後日からしんどい仕事が待ってるけども、近い数日後には楽しいことがあるし、また数ヶ月後には冗談で書いたのと同様の、上に書いたようなとっても楽しいイベントが待っているんだというところを、この下段に書くことによって、明日明後日からの仕事の後にももう一回また面白いことが来るんだよということを自分の中に認識させていきます。これね、あるあるで、めっちゃ楽しいことを連休にしてしまうと、どこか気持ちの中でもうこんなに楽しいことってないんじゃないかなと思ってしまう癖があるんですね、多くの方は。で、ただぶっちゃけそんなことってないんですよ。これって仕事のしんどい時と同じで、日記に書いておくと、見直した時に過去のしんどいことって意外と大したことがない時って多いんですよね。同じように連休明けも同じで、プライベート必ず面白いことが絶対あります。ただそれって自分で立てとかないといけないので、そこを立てるという作業をします。では楽しいことが次やってくるんだよね、意識した後に最後下段2つの2個に行きます。もうこの下段の2つは私のチャンネルでは頻繁に出てくるフォーマットですね。左側がチェックボックス、タスク管理、右側が時間管理のバーチカルになりますが、今回若干考え方が違います。左側は明日のトゥードゥを書きます。明日明後日でも構いません。仕事初日のトゥードゥですね。
まず左側ブロックには期日が明日初日の日のものを書いてください。絶対やらんといけないことですね。一方この右側ブロックにはそれ以外のタスクで構いません。結構ざっくりな書き方ですが、初日にやらなくていい仕事を書いておきます。ただ書くようにはしておいてください。ここを書くことで仕事始め2日目3日目の効率が変わってきます。事前にここを連休の最終日2日前に書くことで、初日に何をしないといけないのか、その2日3日後にはどういったことをやらないといけないのか、頭の中で一旦この情報が入ってきます。はい、これをするかしないかでかなり変わります。長い間運動していない方が急に走ろうとすると、で一気に動くと筋肉痛がひどかったりとか、あとは肉離れするのと同じ、ね、体を徐々に慣らしていって練習に入っていくのと同じで、仕事も同じです。徐々に慣らしていくためにも、事前に何をしないといけないのかという準備事項を書いておいてください。それを書いて最後のフォーマット、はい、縦のバーチカルです。今回ここの詳しい書き方は過去動画参考にいただければと思うんですが、これのポイント書いておきます。今回のこのポイントはここと、例えばここですね。これ何かというと、休憩時間は絶対に何も入れないようにしてください。そして今回一応9時から6時に書いてます。ただ皆様によって修行時間が変わるんですけれども、普段帰る1時間前から予定を頑張って入れないようにしてください。職種によってそれ厳しい方もいらっしゃると思うんですが、必ず休憩は入れて、かつ残業はもうほぼしないようにしてください。結果左に書いたやるべきことありますよね、これの70% ぐらいの力でこなせるようにしてください。100出すと絶対バテます。自分がやるべきことを整理して、何をしないといけないのかを理解した上で、休憩を必ず取る、そして早く帰るタイムスケジュールを組んで、1日自分の力の 70% でこなせるぐらいにしときます。これをやるだけで連休明け初日の疲れ方はかなり変わりますし、生産性もめっちゃ変わってきます。初日からぶっ飛ばしてはいけません。だって楽しかったんだから体がなまってるんです。これが下段の役割です。まずは冗談、連休中本当に楽しかったことを100から200文字でまとめることによって、日記と同じですね、気持ちの整理可視化するようにします。そして下段2つ、ここで書いてしまうと、もう仕事より行きたくないってなってしまうので、そんなことないよと、仕事明けて数日後にはこんな楽しいことがあって、また数ヶ月後には同じようなビッグイベントが待っている、これを書くことによってまた再び楽しいことがやってくるよという方向に意識を持っていく。そして避けたくなること、初日ですね、仕事初日のもうやるべきことをあらかじめ事前に仕分けをしておく。そしてそれをいつやるのか 70% でこなせるレベルに持っていく。帰る1時間前の予定は入れない、ここが難しい方は残業しない、この1枚を完成させておくだけで気持ちがスッと楽になる。実際初日このページを開いて、あ、楽しかったな、けどまたまた楽しいことがやってくるから頑張ろう、もう今日やることはこれとこれで、これをこの時間帯にこなすだけだね、という1日の戦略シートができているので、何しないといけないのかなとか、めんどくさいな、はあ、これやらないといけないなというようなモヤモヤとか、あとはタスク漏れがかなり減少していきますので、ぜひですね、連休の最終日2日前にはこういった紙1枚使って思考整理と気持ちの整理をしてみてください。私は連休に入る前日にこのトゥードゥやってしまいます。そして上の部分は最終日にやるようにしていますが、まあここは人それぞれですね。というわけで本日はノートを使った連休明けの仕事行きたくないなーっていうテンションを改善するノート術紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。私はですね、
長期休み4日5日ある時もぶっちゃけ頭の中で仕事のことは考えています。キャパで言うとね、普段よりかはぐーっと狭くはするんですけれども、忘れないようにしています。はい。なので昔に比べるとですね、連休明けの仕事行きたくないなーとか、めんどくさいなーっていう、そういったモチベーション低下っていうのはぐっとマシにはなってはいます。とはいえ、やはり家族と過ごす時間が多かったりとか、旅行に行けたりすると、まだまだめんどくせーって思うのが人間だと思います。ぜひ今回紹介したノート術実践いただいて、充実した休みは一旦リセット、また新しい1週間2週間頑張っていただいて、次必ずやってくる連休休みの楽しいことにフォーカスしてみてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。